そうなのです。こんばんは。明日は早起きなの？うん、明日は早起きなのっていうか、毎日同じ時間に起きてるから分かんない。それよりも早く起きるのか起きないのかって感じ。明日明後日コンサート行くねー、だって待ってるねー。一のライブで見てください。朝配信が行くのね、分かんないです。私明日何時集合か分かんない私のところにはまだスケジュールが来ておりません。昨日クララとセナタンは一緒に、あ、そうそう、マナさんと3人でお話ししました。朝はいつもアラームです。月末に保育園入ってね、それな。果たして私は出るのでしょうか。一年ライブってアーカイブなかったんじゃなかったっけ。大人のアリス出るので出ないですよ。大体多分みんな出るけど、私はあれ舞台の稽古期間だったので出ません。出たかったけど、まあそんなね、全部に全部が全部出れるものじゃないので舞台頑張ってました。その頃はアーカイブあるんだ。寝坊することはあるけど、起きようと思ってた時間より遅く起きちゃうことはあるけど、まあでも起きようと思って時間が大体早いから遅刻はあんまりしないね。奈々さんとお話するの緊張する、だって。ちょっとでも話してる時よりかは話す前の方が緊張した。話してる時はそんなに緊張って感じなかったけど、2公演あるからだってね。2回公演なの30日って。だって2回公演だとしたらさ、1回目はこのメンバー、2回目はこのメンバーってならないじゃんだから2回公演大好きだから出たいな。確かに生誕祭やりそうですよね。私は、ちなみに多分私は違いますよ。私言われてないもんだって。生誕の話したことないんだもんだって、一回も。まだマネージャーさんと絶対ないよ。明日明後日待ってます。めちゃくちゃに優しい、めちゃくちゃに優しいけど、優しいの、優しいから緊張しない、優しくないから緊張するとかじゃないからねそれはイコールじゃないからさ。今日の弁当は鶏肉選びました。チキン、きっぱりしてそう、正直者なんで。
でも分かんないよね。なんかいきなりそうって言われたらびっくりしちゃうよね、こっちがびっくり。なんかそういうのってさ、ちょっとまあ普通より前に教えてくれてるもんだと思うから、思ってるから。でも急にね、急に言われたらね、びっくり。そう、本人が一番びっくり。それとはマスク、そうね、私白ですね基本。なんかさ、小さめでさ、黒マスクとかなくない？あんまり。なんか普通サイズで黒マスクとか見たことあるけど。課題の手が止まった。あ、ごめん。それはごめん。黒マスクっていいよね。でも子供用はちっちゃいから無理ですね。小さめです。なんか大人小さめサイズみたいな、女性用って感じのやつ。普通サイズのマスクしたら顔全部隠れる。さすがに顔全部って、ここまでだった、ここまでだったら隠れるけど、おでこまでって言われたらそれはどうかわからない。でも目、ここまでは多分いけると思うんで、わかんないけど。え、一押し力2000超えてた、すごっ。でも今はランキング関係ないから別に。こんばんは。スタンドも見てないだって見ます。できるじゃん。いや、あそこまで小さくはないからできないよ。ハータンができると思う、それは。苗字同じだけあるわ。あった。今日は峯岸さんに会ってないですよ。今日はそっちじゃないですからね。今日は単独のリハでした。セットさん、小顔がいいの、そうかもしれない。もうハータンのサイトの字はもう本当にそのままじゃないですか。サイトのサイって、まあ、いろんなのあるじゃないですか。もうそのまま同じだから、あの感じの。サイトさんは顔が小さいのかもしれない。斉藤なぎささんは違うんじゃない？斉藤春菜とは。あれ？同じだっけ？違うよね。あ、違う気がするんだけど、違くない？ゆりさんとも対戦できてるんだね。うん、なんかこの前レッスンの合間に、レッスンの、じゃあ
5分休憩みたいになった時にもうその休憩時間でさえやってるので、私やろうと思って、友やったら一発でえみたいな、えあゆりさんだと思ってびっくりって感じ。あの後すぐ、なんかすぐっていうか、まあ日に日にちょくちょくって感じで思いました。ゆりさんが合わせたのじゃない、ゆりさんいなかったですよ、その同じ場所にいて当たったとかじゃない。え、明日4階まであんの？そんなあったっけ、4階まである。あ、でももう一回したリハがあるのでちょっとちゃんと見ときます。髪型も全然決まってないんですけど、どうする？マジ、いや、ツインテールしたくはないんですけど、でもしたい気持ちもあるし、でもせっかく昇格したのにまたツインテールしたらちょっとなって感じだしね、難しいよ。メンバーとめっちゃ楽しそう。うん、意外とね。ゆりさんまだ会ったことない。うん、私も全然なかった、そもそも。だってリバースランキングも8ランキングも私一応やってたんですけど、その期間でさえ当たんなかったんですけど、最近めっちゃ当たるし、最近ずっと連絡取ってる、謎に違う、本当に謎なんですけど、まあレッスンとかで同じ場所にはいるじゃないですか、レッスンの控え室みたいな楽屋みたいなところとかに、まあ近くにはいないけど、まあ同じ場合空間にはいるわけですよ。でも同じ空間にいながら話はしないんですけど LINE はするっていう謎ですよね、私たち。高めのツイン見つけやすいだって。でも高めのツインって里見さんやってるイメージある。2人いたらさ、あれじゃない、もしねやるとしたら高めのツインはちょっとやらないけど、ゆりさんに決めてもらうしかだって、困るよそんないっぱい聞いてたら。おそろいの髪型がいい、いやそれはちょっとやめよう。それちょっとダメだよね、ちょっと。みんなゆりさんに決めてもらえばいいじゃん。だってさ、私前説ちゃんの K 公演の前説初めて出た時に決めてもらってるし、そもそもでなんかおりんさんとお揃いの髪型する時に、そうもうなんかそうハーフツイン、まあ、両方ハーフツインだったんだけど、そう1回目ねじるハーフツインで2回目がハーフツインだったんだけど、そうだからもうなんか聞きすぎですよ、もうレパートリーないよ多分。先輩あるあるなんだけど、あ、そうなの？そうなんだ。あるあるじゃないけど、でも私は
すごい連絡を取ることによって仲が良くなれたりとかする人だから、すごい連絡いっぱいできるのは嬉しいです。そう、昨日ね、サッキーさんがね自撮り送ってきたよなんかすごかった、見に行きたかったな舞台。ハーフアップが好き。本当？セラタのペンライトの色は白2本です。イエイ、決めてくれるよ。だってさっきーさんに決めてもらおうかな。じゃあ決まらなかったら、さっきーさんいないし、おりんさんとはね、ちょくちょくお話ししてますよ。さ、写真有能だって、やった私本当にさ、ああいう写真撮るの好きなんですよね。だから逆に言ったら、私もああいう写真を誰かに撮ってほしいって感じ。いや半分半分だって嫌だよ、無理だよ、怖いんだ。さっきさん舞台の、え、めちゃめちゃ、いや、うん、いや、そうなんだろうなとは、ちょっとそういうの、うん、見たかったです。すごく見たかったです。いや、うん、まあ、うん、そう悲しい。それにしようよって言ってくれそうだって。いや、だからいないんだっていないんだって、ゆうりさんとっても、いや、それじゃ意味ないんだってうん、撮ってる人を撮ること多いだって。え、本当にああいう写真マジで好きなんだよな。なぜ好きなのか分かるようになった。どういうこと、そんな考えたことなかった。でもやっぱりさっきーさんは本当にドラさんのことを好きでいてくれるから、好きでいてくれる人はそりゃ好きだよねって。そりゃ好きだし、大好きだし、頼りたいし、頼っちゃうしっていうあれだよねって。さっきいないの？だって舞台してるでしょ今ね、鏡越しの真剣のセナとユリさん、だからダメなんだって。ユリさんが撮ったら意味ないんだって。だからクララの場所がセナだと考えてもらったら一番早いですね。逆でもいい、ゆりさんを撮ってるセナを、ゆりさんのことを撮ってるセナタン、ゆりさんをセナが写真撮っててそれを撮るとか、そういうのがいいっていう、いいよね。
髪染めるのは何色に染めたい？だって、でもなんか私この前そのリハの合間になんかね、セナタンの髪の毛って黒髪だけどそんな重くなくていいよねって言われたから、この髪もう染める予定一気になくなった。染める予定すらなかったけど染めたい欲はあったから染めたい欲がなくなった。そうそう、まあそう、セナタンとユニさん撮ってほしい。そうなんですよ。そうインナーカラーは興味ある。そうなんかさ、エクステちょっと明るめの色をエクステつけたりとかしてみたい。でも染めたいとはまだ思わないけど、好きだった絵本なんかもったいないばあさんだったっけ。それが好きだったな。あと腹ペコ青虫とかね。インナーカラーとか大変。違う、染めるんじゃなくてエクステエクステつけてみたい。私インナーカラーかなんかどうかわかんない。カメラマン全力で立候補します。いや本当に撮ってほしいわ動画撮ってほしい。だって何の動画、どういう動画。ノープラン動画。今度公園出れ、一緒に公園出れたらね。あ、グリとグラモね、読んでたっていうか、対戦できた、ありがとう。そうなんだ。待って、今一致した。この名前がってあるある、私あるある、名前変えてやってる人。そう、よし、そろそろ終わります。ちょっと15分過ぎたよね。クレーンの後ろ歩きする動画見てないもんだって。動画撮ってくれるので期待はしなくて大丈夫期待はしないで、その時のあれで行くから。そう、その時どんな感じになってるかわかんないですけど、はい、だからその時に撮ろうって思ったら撮ります、いや本当に危な。ハグ案件で1週間生きられるってそんなに生きられる、そんなに生きられる、そっちがそういうことじゃないわ面白い。なんかさ、よくさ、明日も頑張れるとか言うじゃん。だからそういうのを考えたら1週間生きられるってなんかすごい多く感じた
ぱり幸せな気持ちない。どういう質問てかさ、ハグされて嫌な気持ちない人いなくない？あんまり。その時のせなちゃんだって、その時どんなか分かんないですから、私気持ちが。もっと強くて贅沢が、いや本当に、ええ、いや死んじゃうって。あれ以上強かったら死んじゃうよ。絡み見逃さない、絡みがあったらいいですね。じゃあ、まあ全員のその全員というか人数多いので、チームのコンサートとかだったら一人一回は誰とでも絡むとかあるかもだけどね。いっぱいいるからねとか言いつつ、嬉しいくせに、あ、嬉しいって書いたじゃんだから。メールに書いたじゃん。誰か写真撮ってないか、撮ってないと思うよ。私だったら人の、まあ、クララが誰かにそれされてたら、私だったらすぐ撮っちゃうけど、カシャッって。本当にそういうの撮るの好きなんだよね。本当に撮るの好き。ニヤニヤしてるし、それは自分では分かれないな。誰かを見てたら聞いてみてください。ねえ、なに、え、なにそれ、カメラマンにはならない。ニヤニヤしてないわけがない。面白、面白すぎる。みんな違う、みんなの反応にニヤニヤしてんの。変なこと言わないでよ。いや、そういうことにしておくとかじゃなくて、そういうことなの。そういうことなのねえ。海藻って何？海藻。反抗期じゃないし。反抗期じゃないし。セナさんに負けないぐらい今ニヤニヤしてる。みんなのがニヤニヤしてるじゃん。暑くなってきた。ドアちゃんと閉まってないし、しかもせっかく閉めてんのに。暑いからドア開けたいよね。詳しく教えてください。だって詳しく、だってやだ、内緒。内緒とか言って、特に覚えてないからね。バレバレだよみんな。ニヤニヤしてるのは。
バレバレだよ。面白い。ニヤニヤしすぎて惹かれないかしら。ニヤニヤしてくれるのはこちらからしたらめちゃめちゃ嬉しい。うん、どういうシチュエーションだって。どういうシチュエーションって何。いや、なんか普通にです。普通に、特に別にきっかけがあったとか何もないですね。何があったとかでもなく。全力ニヤニヤ。飲んだりしてない。ニヤニヤの最上級。ニヤニヤだって何それ。そんな普通にできちゃう。え、すごいカクカクなってた今。大丈夫そう。声出して笑ってる。え、面白いよ私。え、そういうことじゃない。何、一番最初ってどういうこと。はい、行けば入ってからってこと。超さかのぼる。よし、終わります。あと10分だ。最初にハグされた時だって覚えてるわけないじゃないですか。全然覚えてないし、覚えてないし、覚えてないよね。自分のニヤニヤかけ、だってここに映ってるもん。自分どっちがドキドキするの。ドキドキはしないですね。ドキドキはしないですね。状況説明だって。状況ともかは何もないですよ。覚えてないです。一番最初って覚えてなくない。そんなの覚えてないよね。だって、うん、全然覚えてないですね。だって、覚えてる人いんの逆に。そんなハグ記念日なんてつけないしね。明日もだって。それは分かんないですよ。なんか違うんですよ。まあでもそのクララのそうお祝いをしたんですけど、今日その時にそうなんか全然ほぼ、まあ、楽屋の場所も違かったし、そんななんていうの、今日一回も喋ってなくて、それまで全然ね。でその時にそう一緒にお祝いしたっていう流れですね。 そこで喋ったよって感じ。ピエン。ナナさんつけてさ。確かに。え、マジで書いてない。書いてだけ言ってあげる。書いてないですね。そんな風に見える私逆に。混乱だって。いや近くにいたからじゃない。そんなわかんない私だって。ハツさんだ。
13位、読めないよね。待って、ひななさんとさ、はつかさんとさ、私なんだけど、やばくない？ワンツースリーって感じ。ちょっとこれワンツースリーって感じ。ちょっと待ってね。だからたまたまって、ま、一緒になったかな、どっちからだって、セナタンからじゃないですけど。だからじゃないよ、うん、記憶に残ってすごい、さすが、まだまだですよ私。実況してよ。だってしかもそのセナとハッツさんとひななさんの他に一人いるんですけど、それ私のカード使ってくれてます、その方。すごくない？今いるのかな、いないかな。スキップ2枚出せた。確かにここの中に入ったらさ、しかもさ、みんなスキップ狙ってるからさ、みんなカード引きまくってさ、誰も上がらない状況だよね多分これ。誰か上がってよ。2周目突入しちゃってきた。長期戦で12時過ぎちゃった。そんな、やば、55分じゃん。もうちょっと大変。スキップ3枚目。あ、やばいやばい、止まった？止まってない？ちょっとあれどう？みんなスキップ出してる。いや本当に終わりにしようぜこれ。13位、え、ほん、いや読めない。ちょっと誰か読んでこれ、これ読んでください。読めない。教えて。12位、ヤマトさん。11位、赤花のソルテさん。10位、きなこ。9位、ゆるくるくセンブルクさん。8位、台湾チンシンさん。7位、ドラゴン Z。6位、スーミン大使さん。5位、ユーミリン。4位、まさきさん。3位、筋肉愛好家さん。2位、シンさん。1位、ニコシタさんです。ありがとうございました。読めません。読んでよ。誰か。ギフト読みます。ヤンちゃんさん、マーボーさん、まさきさん、ウルクルクセンブルクさん、シンさん、ドラゴン Z、 ガーリックジュニアさん、 ISZ2271 さん、マイジャパンさん、きなこ、ドライヤさん、ユーミリン、ニコシタさん、クマーン、リサさん、パラシューター N さん、深夜さん、ユートさん、ヤマトさん、オノピーさん、チバメグさん、マイジャパンさんです。ありがとう。ヒロチュンさんもありがとうございました。3人のユニットが見てどういうこと。3人、読めないよね。セナタン勝った、うん、
そうね、そう、上が上が長期戦になりそうだったから上がっちゃった。そういえば数日前さっきーさんって0時過ぎてもショールーム終わらないよね。いつも終わってない気がするそういうところも好きだよって感じですね。意味わからん。テンションどうした？アヌワットさんらしいです。ありがとうございました。軽いな。イエイ。じゃあおやすみなさい皆さん。バイバイ。バイバイ。